買おうかな。やあ、ゴンドラ乗ってかない？何が食べたい？飲み物でも買うかな。いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。またどうぞ。何食べる？それじゃ、また会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルム。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか？小さかったもんな。何買おうかな。初めての来訪だろ。この町はどうだ？聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。
帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる？ならどうして儀式をさせるんだろうね。帝国軍はよく来るのか？町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス？ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。宿はどこにする？お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか？何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。何買おうかな。あ、またマーゴに首相が来たって？この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。いい感じ。なんか教会をじっと見つめてたけど。どうも、どこまで行くかい？
買い物しなきゃ。どうも、帰り道もよろしくね。宿はどこにする？いらっしゃいませ。お休みになりますか？この写真いいじゃん。でしょ？俺も好き。いい朝だな。どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。写真撮りに行っていい？近くにいい場所があるんだって。また今度な。はあ。ノクト、あれを見てくれ。なんだ？ノクトもだいぶ普通っぽくなってきたよね。何が？生活感っていうの？庶民の気持ちがわかる的な？あ？まあこっちの方が楽だしな。撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、
取ります。お、いい感じ。みんな服おしゃれだよね。俺ら真っ黒だけど。おい、ルシスの誇り高き戦闘服だぞ。世界にはいろいろな文化があって面白いな。よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。ウィスカムからは何を聞いてる？天使からは何も聞いてないわ。あなたたちのことは自力で探らされた。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。無事でいるんだろうな。無事よ。帝国に引き渡すかどうかはあなたたち次第ね。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？神様といろいろ話をすんだろ。ええ、わざわざ眠っている神を起こしてね。人間側の都合で機嫌よく目覚めてくれるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうとうちで戦争されては困るわ。でも帝国が負ける分には問題ないよな。面白いこと言うじゃない。水神の力に期待してんだろ。何でも神頼みというほどじゃないわ。その前にやらないといけないことがある。それじゃ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。
仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。俺もそうしていいのか。上に立つ者として誰にでもいい顔はできないでしょ。犠牲者は出さねえよ。へえ、面白いこと言うわね。少し父親とは毛色が違うわ。どう転ぶかしら。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。うまく動いてくれると期待してる。こちらもそれに応えるわ。ああ。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギも。レイギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水陣を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水陣の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水陣の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。
何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど、儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。会場には着いた。ああ、作戦忘れんなよ。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。
こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。王は必ず神にその証を見せる。
あ？お前らは下で待機する。あれは二人しか乗れない。飛び降りて。はあ？いいから早く。だよ。じゃあいいや、君が私の…
クリスタルを取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。
ノクティス様、ルーナ、ここにいらしたんですね。うん、ルーナももう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。
人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。Thank you.